ゴールデンウィークの天気をお伝えします。ゴールデンウィークは短い周期で天気が変化し、前半は暑さが落ち着きそうです。明日ゴールデンウィーク初日の29日金曜日は広い範囲で雨となります。30日土曜日は一旦天気が落ち着くものの、5月1日日曜日には再び雨が降りやすくなりそうです。特に北日本では雷や雹を伴う可能性があるため注意が必要です。5月2日月曜日からは東日本や西日本では天気が回復していく見込みです。またこれまでのような季節先取りの暑さは落ち着いて、この時期らしい体感となります。北海道などでは最高気温が10度前後の日もあるため、体調を崩さないようお気をつけください。ゴールデンウィークの最新気象情報はウェザーニュースアプリからもご確認いただけます。ぜひご活用ください。